こんにちは、モノラスです。今回はプロの PC 店員が今人気のメーカーのモニターを使ってモニターの最新の選び方を解説していきます。この動画ではモニターのパネルの種類の選び方、リフレッシュレートや応答速度、解像度別の見え方の違い、モニターや台座にあると便利な機能、サイズ別の選び方、モニター性能を活かせるパソコンの GPU、CPU の推奨環境、このあたりのモニター選びに重要なところをまとめているので目次から飛べるようになっています。項目ごとに見たい方はこちらを参考にしてください。それではまずモニターパネルの選び方から解説していきます。モニターパネルはモニターの画面に使われているパネルの種類のことで、最近はいろいろ種類が増えているんですが、大きく分けて左から TN、VA、IPS に分類されます。これら3つのメインのパネルは最近は開発が進んでいるので大きな差は見られないんですが、それぞれメリットデメリットはあるので実物を踏まえながら比較していきます。まず FPS のゲームなどでモニターの応答速度にとにかくこだわりたい方は TN パネル一択と言えるでしょう。 TN、VA、IPS のパネルの中では画面の応答速度が最速なのでゲームの公式大会などでも採用されることが多いです。値段も一番安いので購入しやすいでしょう。ただ反面弱点もあって、このモニターごとに角度をつけた比較を見ていただけると分かりやすいんですが、3つのパネルの中で一番画質が低くて視野角も狭いです。こんな感じで上から角度をつけると一番奥の TN パネルだけが白っぽくなってしまっているのがよく分かるでしょう。角度によって白っぽくなってしまったり黒が潰れてしまったりするので、応答速度が最速な代わりにこの辺りの機能面を犠牲にしています。ただ最近は開発が進んでいて、数年前に発売された TN パネルとは別物になっています。この辺りの弱点もそこまで気にならないでしょう。続いて VA パネルです。 VA パネルは最近の技術の進歩で IPS に近いような画質になっています。最近流行りの大型の曲面モニターなどに採用されていることが多く、大型のモニターをとにかくコスパよく購入したいのであれば VA パネルがおすすめです。VA パネルの画質や視野角は TN よりも上で IPS とほとんど変わりません。値段も TN とほとんど変わらず IPS よりは安いです。画質やコスト面で TN や IPS のいいところを合わせたようなモニターですね。局面の横長であったり大型のモニターをとにかくコスパよく購入したい場合は VA パネル一択と言えるでしょう。続いて IPS パネルです。IPS パネルは日常用途であったり FPS が不要の干渉系のゲームで一番おすすめです。どのパネルを選ぶべきか悩んでいる方は IPS パネルを選んでおくと間違いないでしょう。3つのパネルの中で画質や視野角が共に最高になります。性能が高い反面値段であったり応答速度の方が弱点だったんですが、技術が進歩したので最近では TN パネルとほとんど変わらなくなってきています。値段の方も数年前に比べると格段に下がってきていて、TN や VA パネルよりは高いんですが、プラス5000ほど出すとこちらが買えるので、お金に余裕がある方やどのパネルを選ぶべきか悩んでいる方は IPS パネルにしておくと間違いないでしょう。またパネルの種類はその他にもいろいろあるんですが、メインの3つのパネル以外に覚えておいてほしいのが ADS パネルで、 ADS パネルは IPS パネルとほぼ同じ構造と性能です。厳密に言うと IPS パネルの方が少しいいらしいんですが、個人的には違いは分かりませんでした。生産コストが IPS パネルよりも安く、コストパフォーマンスに優れています。 IPS パネルの代わりにこちらを購入しても十分に満足できるでしょう。また最近は新たに有機 EL のパネルが出てきていて、 IPS パネルより画質が高く TN パネルより反応速度が上になります。最近の iPhone のディスプレイもこれですね。ただ大きいサイズのものしかなかったり、性能面やコスト面で改善点が多いので、実用化までにはまだしばらく時間がかかります。5万円前後くらいまで平均価格が下がってきたら有機 EL のパネルも選択肢に入れるといいでしょう。ADS パネルや有機 EL パネルは一応知識として覚えておいてください。続いてモニターのリフレッシュレートと応答速度についてです。モニターのヘルツ数や FPS の質問はよく来るんですが、
このあたりを掘り下げて解説していきます。まずリフレッシュレート、ヘルツとは1秒間にモニターが更新できる映像の回数のことで、こちらの画像のようなパラパラ漫画をイメージしてください。例えば 60Hz のモニターであれば1秒間に60回映像を更新することができます。1秒間に60枚のパラパラ漫画を表示しているようなイメージですね。 144Hz だと1秒間に144回、240Hz だと1秒間に240回映像を更新することができます。つまりここの Hz 数が高いモニターであればあるほど画面の映像の動きが滑らかになります。ただ人間の目で認識できる限界のようなものがあるので、 144Hz 以上は一般的に人間の目では体感しにくいと言われています。モノラスでは常日頃最新の CPU と GPU を比較検証しているので、私自身もずっとモニターを見て検証しているんですが、 60Hz のモニターと 144Hz のモニターだとプレイ中の残像感であったり動きの滑らかさの違いが体感できるんですが、144Hz と 240Hz のモニターを比べた時にはあまり違いがわからなかったです。最近はさらに 360Hz 以上のモニターも販売されているので、とにかくゲーミング環境にこだわりたい方はこのあたりの高い Hz 数のモニターを購入してもいいでしょう。コストパフォーマンスを求めるのであれば 144Hz あたりのモニターがおすすめです。またリフレッシュレートとセットで覚えてほしいのがフレームレート、FPS と呼ばれているもので、画面の上側に黄色でフレームレートと書かれているところです。フレームレート FPS はパソコンで1秒間にゲーム情報をモニターに出力できる回数のことで、大前提として GPU と CPU でモニターの Hz 数以上のフレームレート FPS を出力できていないと、いくら Hz 数が高いモニターを使用していてもモニターの性能をフルに発揮できません。今は300から 400fps くらい出ているんですが、これは1秒間に 3-400 回前後のゲーム情報が出力されていて、この FPS 数の前後の Hz 数に対応したモニターだとモニターの上限までパラパラ漫画のような形で映像を表示することができます。今回の環境だと 300Hz 前後のモニターまではフルに性能を発揮できるということになります。このあたりは難しいと思うので、わからない方はコスパが高い 144Hz のモニターを買っておくといいでしょう。どれくらいのスペックのものを使うとどれくらいのフレームレートを出すことができるかなどは後ろの項目で詳しく解説しているので参考にしてください。また過去の動画でも詳しく解説しているので、そちらも合わせて参考にしてください。続いて応答速度です。応答速度ミリセカンドはモニターの色が黒色から白色、白色から黒色、もしくは中間色から中間色へ移り変わる時間を計測した値です。先ほどリフレッシュレートのパラパラ漫画の話をしたところと関連しているんですが、分かりやすく言うとパラパラ漫画の1コマが次の1コマに移るときに生じる現象ですね。この応答速度ミリセカンドの値が小さければ小さいほどコマからコマに映像が移るときに残像感が少なくなります。ただメーカーによって定義が曖昧なので、モニターの動画残像の計測値を指す場合もあります。この応答速度は重要なところなんですが、リフレッシュレートよりは重要ではなくてほとんど認識できないことが多いです。最近のゲーミングモニター 144Hz 以上のものは応答速度が 5ms 以下のものがほとんどなんですが、ゲーム目的でモニターを選ぶ場合はこの 5ms 以下が一つの基準になってくるので覚えておいてください。 240Hz 以上のモニターは更新回数も上がってくるので、 240Hz 以上で 4ms 以下、 360Hz 以上で 2ms 以下のものを選びましょう。特にゲーミング環境にこだわりたい方はこの応答速度が 1ms 以下のものを選んでおくと満足できるでしょう。通常のモニター 60Hz のものは 10ms 前後のものが多く、それ以上のものも多いです。 10ms 前後の応答速度のモニターでも FPS 系のゲームをがっつりしないのであればそこまで気にならないでしょう。次に各メーカーが採用している応答速度の定義です。まずは ISO の方式です。以前の方式なので最近はあまり見かけません。ISO は色が黒から白、白から黒に変わるまでの時間を計測する方法で、何も表記されていなければこちらの方式で計測されていることもあります。
数値が小さくなればなるほどボケ感や残像感も減ります。次に最近最も主流なのが G2G で、ある色の中間色から中間色に変わるまでの時間を計測する方法です。従来の ISO の方式との違いですが、最近のゲームは技術の進歩によって微妙な色の変化の表現を求められることが増えたんですよね。黒から白の色の変化を表現するよりも、薄いグレーから濃いグレー、緑から黄緑、赤色からオレンジ色といった具合で中間色の色の変化を表現する方が難易度が高いです。黒から白の表現よりも難しいんですよね。なので基本的にモニターを選ぶ際は、最近のゲーム環境に合わせて計測されている応答速度のところに G2G の表記があるものを選んでください。こちらも数値が小さくなればなるほどボケ感や残像感が減ります。また同じく最近の方式で MPRT というものもあって、 MPRT は映像を表示したモニターを撮影して動画の残像を計測する方法になります。こちらで表記しているメーカーは少なく、世の中的には G2G の方式の方が押されていて、どちらの方がいいかは諸説あるんですが、 MPRT は G2G と同じくらい信憑性が高い方式なので、こちらを選んでもいいでしょう。数値の表記は同様に小さくなればなるほどボケ感や残像感が減ります。また応答速度に関連する有名な機能で覚えてほしいのがオーバードライブです。オーバードライブとは通常時より高い電圧を使うことで応答速度を高める機能です。このモニターだと3段階、このモニターだと4段階に設定できるようになっています。ただここにも書いてあるんですが、設定値を上げすぎるとにじみや部分的な白飛び、残像が出ることがあります。この現象はオーバードライブによるオーバーシュート、アンダーシュートと呼ばれていて、画像で説明するとこんな感じで、フレームの移り変わりの一部分にこのような現象が生じることがあります。モニターのポテンシャルを超えるようなマックスの設定にするとこのような現象が起こりやすいんですが、左側の 240Hz のモニターは通常時は 4ms の応答速度で、オーバードライブを使用することで 0.4ms まで上げることができます。対して 60Hz の普通のモニターは通常時が 8ms の応答速度なんですが、オーバードライブを使用することで 4ms まで上げることができます。両方ともかなりいいモニターなんですが、ゲーミングモニターの場合はある程度通常時の応答速度がオーバードライブを使用しない状態で 5ms 以内に収まっているのが理想です。オーバードライブの設定を使用する場合は、ある程度モニターが持っているポテンシャルの内側に設定が収まるようにする必要があります。デフォルト設定かマックスまではいかない中間くらいの設定値にするのがおすすめです。安いモニターほどオーバーシュートであったりアンダーシュートが起こりやすいでしょう。ゲーミングモニターは最近オーバードライブを搭載しているものが多いので、使用する際はこのあたりに十分に注意しておきましょう。また応答速度に関連する2つ目の重要な機能として黒フレーム挿入があります。メーカーによって呼び方はいろいろと異なるんですが、モーションブラーリダクションやアンチモーションブラーと呼ばれることもあります。フレームとフレームの間に黒い画面を挿入して動画のブレや残像感を軽減する機能で、このように映像で見ると少しちらついているようにも見えますが、肉眼で見ると気にならないです。効果が高い機能なので、動画のブレや残像感を気にする方はこの機能を実装したモニターを買ってもいいでしょう。挿入の頻度を調節できるモニターもあるんですが、頻度を上げすぎると黒画面の増加で輝度の低下や画面が見づらくなります。このあたりは注意しておきましょう。他にもモニターのリフレッシュレートであったり応答速度をサポートする機能はメーカーのモニターごとにたくさんあるんですが、このあたりは細かすぎますし、大元のモニターのポテンシャルを超えて何かができるようになるというわけではないので、好みであったりコスパに応じて選んでください。それではここから実際のモニターを使用して比較しながら検証していきます。 CPU と GPU は AMD と NVIDIA のハイエンドクラスのものを使用して、300から 400fps 前後の数値が安定して出る環境を作って検証しています。こちらは U4 テストといってフレームレートを検証するサイトなんですが、モニターはデュアルモニターにして 144Hz の環境に合わせて検証しています。右は 60Hz のモニターなので 60fps までしか表示できません。
一番上のバーが 144fps、 次のバーが 72fps といった具合でフレームレートが出ています。一番上の 144fps のバーと2番目の 72fps のバーを見ていただきたいんですが、 144Hz のモニターの方が明らかに滑らかに動いていることがわかります。途中で停止させると分かりやすいんですが、 60Hz のモニターは一番上の UFO が2つに見えますよね。対して 144Hz のモニターは多少ブレてはいるんですが、 UFO が1つだけに見えます。これはフレームとフレームの間の見え方なんですが、残像感はこんな感じで出てきます。応答速度も多少は関係していますが、ほとんどはリフレッシュレートの影響でしょう。さらに画面を拡大して止めてみるとこのようになります。 144fps のところと 72fps のところの見え方が明らかに違いますよね。 144Hz のモニターの方がブレ幅が少ないです。ゲーミングモニターと通常のモニターだとこのように見え方に違いが現れます。さらにここからスローモーションをかけて検証していきます。一番上や2番目を見ていただきたいんですが、明らかにブレ幅が違いますよね。 60Hz のモニターだと UFO が2個に見えてしまいます。これがゲーミングモニターと通常モニターで体感する残像感であったり滑らかさの違いですね。見え方を参考にしてください。続いてモニターを変えて 240Hz の環境に合わせて検証しています。 240Hz のモニターと 144Hz のモニターを比較していきます。右側のモニターは 144fps までしか表示できません。一番上の 240fps のバーを見ていただきたいんですが、 240Hz のモニターの方がブレ幅が少ないです。肉眼で見るともっと分かりやすいんですが、240Hz のモニターの方が絵が張り付いて見えます。ただ最初にも説明したんですが、これくらいの FPS 数になってくると人間の目では認識できないようなレベルになってきます。映像を止めても 240Hz のモニターの方がブレが少ないんですが、先ほどの 144Hz のモニターと 60Hz のモニターほど違いはわからないですよね。 144Hz のモニターが安くてコスパが高いと言われているのはこのあたりも関係してくるでしょう。スローモーションをかけるとこのような見え方になります。映像越しだとあまり伝わらないかもしれませんが、一番上の 240fps のバーで比較すると 240Hz のモニターの方がブレが少なかったですね。ゲーミング環境にとにかくこだわりたい方は 240Hz 以上で高い応答速度のモニターを選ぶべきなんですが、そうでない方は 144Hz のモニターを買った方がコスパ的に満足できるでしょう。続いてここからは実際のゲームのプレイ中にリフレッシュレートと応答速度が速いモニターとそうでないモニターでどれくらい差が出るのか比較していきます。 CPU と GPU は先ほどと同じくハイエンドクラスのものを使用していて、プレイ中に300から400fps 前後安定して出る環境を作って、同じゲームの同じルートを3回通って検証しています。FPS 系のゲームでどういう時に差が出やすいかというと、左右や上下に激しく動く時です。例えばぐるっと180度横に角度を回転させた時であったり、高いところから低いところに飛び降りたりなど、一気に背景であったり動きが変化するところですね。スローモーションをかけたり止めたりしながら見ていきましょう。この階段の激しい上り下りのシーンなんですが、壁の模様であったり階段などを見ていただけると分かりやすいと思うんですが、高いフレームレートのモニターほどブレが少ないことがよく分かります。 60Hz のモニターはかなりブレが激しいんですが、 240Hz のモニターはそこまでブレていません。このあたりも綺麗に模様が止まって見えていることがよく分かるでしょう。このように画面が激しく動いているときに残像感が少なく見えるのが高いリフレッシュレートと応答速度を持ったモニターの特徴です。屋外での違いなども見ていきましょう。通り過ぎる際の左側のオブジェクトのブレ幅であったり、ジャンプして上下に激しくオブジェクトが動く際に違いが見られます。上下に激しく動く時も残像感やブレ幅の違いがよくわかります。このように3つ並べて比較してみると 240Hz と 144Hz と 60Hz の違いがよくわかると思うんですが、実際に肉眼でゲームをプレイしてみると 60Hz と 144Hz の違いはわかるんですが、 144Hz と 240Hz の違いはなかなか認識することの方が難しかったです。
このあたりの FPS ゲームでの動き方などはモニター選びの際に参考にしてください。続いてモニターの解像度別の選び方です。ここもかなり大切なところなんですが、フル HD から 4K のモニターを使って比較していきます。まず解像度の定義なんですが、解像度とはドット、ピクセルや画素が画面上にいくつ並んでいるのかを示す値になります。液晶ディスプレイは小さな点、ドットの密集で構成されています。縦と横に敷き詰められて並んでいるようなイメージですね。それをそれぞれ点灯させて映像を表示しています。このドット数が多ければ多いほど画面上で緻密で繊細な映像表現ができます。この写真の比較を見ていただけると分かりやすいんですが、フル HD 解像度のものと 4K のものを比較すると、フル HD 解像度の方はドット感が目立ちますよね。それに対して 4K の画面の方はドット感がなく綺麗に表示されています。モニターはメーカーごとに色調であったり明るさを調整するような機能がオプションでついているんですが、この解像度という壁を飛び越えて何かできるようになるというわけではありません。モニターの大元のポテンシャルは解像度で9割は決まってしまうと言っても過言ではないので、モニター選びの際は最初の段階で十分に注意しておきましょう。最近はいろんな解像度のモニターが出てきているんですが、特におすすめなのはワイドクワッド HD から 4K のモニターで、このあたりは日常用途でも汎用性が高いでしょう。フル HD のモニターだとドット感が見えてしまうんですよね。ゲーミング目的であったりコスパ重視の場合はフル HD 解像度でもいいでしょう。 4K のモニターの画質は最高にいいんですが、 144Hz 以上のものになってくると10万円前後まで値段が上がってしまうので、ゲーミング目的ではコスパが高いモニターとは言えません。ただ同じゲーム用途でも FPS 不要の干渉系のゲームであったり、日常用途で使用する目的であれば 60Hz の 4K モニターで十分なので、その場合 4K 解像度 60Hz 27インチ前後の IPS パネルが3万円ほどで購入できます。 FPS 系のゲームをやらないのであればこれで十分でしょう。また大型モニターになってくると、ワイドクワッド HD から 4K あたりの解像度が必須で、 FPS でも画面の美しさや迫力、臨場感を求めている方は多いと思うんですが、このあたりを選んでおくと間違いないでしょう。反対に FPS 系のゲーム目的で値段をできるだけ抑えてコスパ重視でモニターを選びたい場合は、フル HD 解像度の 144Hz、24インチ前後の TN パネルか VA パネルのものを選ぶとコストパフォーマンスが高いでしょう。ここからは実際にモニターをアップしてパネルの種類別の解像度がどのように違って見えるのかを比較していきます。こんな感じでモニターを3つ並べてアップで映していきます。まずこれが IPS パネル 4K 解像度27インチのものです。A や W の斜めになっている文字の部分を見ていただきたいんですが、これだけアップで映しているのにジャギーがほとんど見られません。 4KIPS は最高ですね。こちらはフル HD 解像度 VA パネル27インチのものです。ドット感が一気に強くなったのが分かりますよね。また A や W の文字のところもジャギー感が強いです。 FPS 目的のモニターなので悪くはないんですが、違いはよくわかるでしょう。こちらはフル HD 解像度 TN パネル 24.5 インチのものです。ドット感であったり A や W のジャギー感が強くなっていることがわかります。このあたりは解像度や画面サイズの違いなので参考にしてください。何回か見返すとわかりやすいでしょう。またこちらはウルトラワイドクワッド HD 解像度 VA パネル34インチのものです。34インチは27インチよりもさらに大きいんですが、4K 解像度と見え方が変わらないくらい綺麗です。文字の部分も A や W のジャギー感がほとんどないことがわかるでしょう。静止画で見てみるとだいたいこんな感じですね。 TN パネルあたりだとドット感が目立ってきます。 VA パネルも悪くはないんですが、フル HD 解像度だと少し画質が落ちるかなといった印象ですね。また同じ VA パネルでも解像度をウルトラワイドクワッド HD まで上げると 4K と変わらないくらい綺麗です。34インチの大きさでここまで綺麗なので解像度の重要性がよくわかるでしょう。解像度だけはごまかしが効かないので、リフレッシュレートや応答速度よりもよっぽど大切なところです。
モニターのオプション機能などにこだわる方も多いんですが、解像度を一つ上げた方が満足度が高いので、選ぶ際に参考にしてください。続いてモニターにあると便利な機能です。画面にあると便利な機能から紹介していきます。大前提として元々のパネルや解像度、ヘルツ数などを超えて何かができるようになるというわけではないので、元々のモニターが持っているポテンシャルの範囲内で少し機能が向上するといったイメージです。画面の色調や輝度コントラスト、 FPS 系の補助機能はメーカーごとに数多くあるんですが、代表的なものを紹介していきます。まずはグレアとノングレアです。この中では重要度は一番高いです。グレアは光沢感がある画面で、ノングレアは非光沢の画面になります。比較するとこちらのノングレアの画面は反射がほとんどありません。対してこちらのグレアの画面はほとんどが反射しています。メリットデメリットで言うと、ノングレアの方が画面が反射しないので目への負担が軽いです。個人的な体感だと、グレアとノングレアの画面だとグレアの方が 1.5 倍くらい疲れますね。最近のゲーミングモニターや日常用途でのモニターはノングレアで統一されていて、コストパフォーマンスが高いと言われているモニターはノングレアになります。ただグレアの画面の方が発色であったりコントラストの表現に優れているので、日頃フォトショップやプレミアなどを使っていて映像や画像の編集をする方はグレアの画面を好む人も多いです。未だに iMac の画面がグレアなのはこのあたりが大きな理由で、本格的なクリエイター用のパソコンやモニターにはグレアが採用されていることが多いです。両方とも日頃使っているので、個人的な感想で言うと、日常用途やゲーミング用途ではノングレアのモニターの方がいいのは言うまでもないんですが、クリエイト用途でもノングレアの方がおすすめです。グレアは目が疲れるんですよね。発色の美しさや再現度で言うとグレアの方がいいんですが、ノングレアでも不自由を感じたことはないです。ただこのあたりはクリエイト用途でも仕事ごとに違うので、用途に合ったものを選んでください。続いてブルーライトカットです。ブルーライトカットは目に負担がかかるブルーライトを各メーカーの基準で軽減する機能です。ゲーミングモニターでは人によりますが、使う人はよく使います。日常用途で使用するモニターだとブルーライトカットのメガネなどと組み合わせて使う人が多いでしょう。個人的には日常用途で使用するモニターではほぼこのブルーライトカットの設定で使用しています。クリエイト用途やゲーム用途では色調が少し抑えられてしまうので、使用頻度は半々といったところですね。このあたりは好き嫌いや好みもあると思うので、画面の見え方の違いなどをある程度参考にしてください。次は輝度コントラストなど明るさ系の補正機能です。このあたりはどのモニターを買っても実装されている機能になります。いいモニターとそうでないモニターの違いなんですが、いいモニターほどこんな感じで輝度コントラストの明るさを調整できる幅が広くなっています。 VA パネルや IPS パネルの 4K 解像度あたりになってくると、限界まで上げても明るい部分や暗い部分が潰れてしまうことが少ないです。この機能は使わない方はいないと思うんですが、最近のモニターは技術開発が進んでいるので、どれを選んでもそこまで不満を感じないでしょう。モニターが持っている元々のポテンシャルでほとんどが決まってくるので、パネルの種類や解像度を選んだ時点である程度は見え方の幅は決まっているんですが、写真の違いなどもある程度参考にしてください。次は HDR、暗証、サイドなどの色調系の補正機能です。このあたりはいろんなメーカーごとに無限にあるんですが、代表的なものを紹介していきます。まずは HDR です。 HDR とはハイダイナミックレンジの略で、明るい色調から暗い色調までの色深度を増やして自然でリアルな映像を表現する技術です。明るいところと暗いところが潰れてしまわないように、ちょうどバランスがいいようなところで表現をしてくれます。私はほとんど使ったことがないんですが、映像や画像の編集といったグラフィック系の仕事だと役に立つでしょう。右側が HDR を使用した画面で、黒い影の部分であったり明るいところが見やすくなっているので、ある程度参考にしてください。次は暗所補正です。暗所補正はメーカーによって名前の呼び方が違います。画面の暗い部分を明るく表示するゲーム用の技術で、サイドやコントラストなどは落ちるんですが、暗いところにいる敵を見つけやすくするなどのメリットがあります。
画面の左上を見ていただきたいんですが、暗所補正をかけていない方の画面では何が映っているか暗くてよくわからないんですが、暗所補正をかけている方の画面では棚の上に置いてあるものや壁の奥まではっきりと認識することができます。暗いシーンが多い FPS 系のゲームをやる方はこの機能を好む方もいますね。この機能はどのモニターにもついている機能ではないので、必要な方は購入前にしっかりとチェックしておきましょう。次はサイド補正です。サイド補正とは画面の色の鮮やかさを調節する技術で、こちらもメーカーごとに様々な呼び方があるんですが、最近はどのモニターにもついていることが多いです。個人的にはあまり使ったことがないんですが、鑑賞系のゲームであったりクリエイト用途でも、特にフォトショップで画像編集などを専門的にされている方は重宝する人も多いでしょう。画面の右側がサイド補正をかけたものですが、色調が鮮やかになっていることがよくわかります。サイドや色調の表現にこだわるのであれば IPS パネルがいいでしょう。このあたりの見え方の違いなども必要に応じて参考にしてください。最後は残像や FPS 系などの各メーカー独自の補正機能です。このあたりは先ほどリフレッシュレートや応答速度のところで解説した部分と重なるんですが、有名なところで黒フレーム挿入などは覚えておくといいでしょう。このあたりは好みもありますし、プレイするゲームにもよるので、お店で実際に触ってみたり各メーカーの商品ページなどを参考にしてください。概要欄におすすめのお店や商品の URL を貼っているので、そちらも合わせて参考にしてください。続いて台座にあると便利な機能です。上2つの高さ調節の機能と上下の角度調節の機能はモニターを選ぶ上でトップクラスに重要なところになってくるので、選ぶ際は十分に注意しておきましょう。まずは高さ調節の機能です。値段は少し高くなってしまうんですが、この高さを調節できる機能が台座にあるのとないのでは汎用性が大きく変わってきます。椅子や机の方で高さを調節することもできるんですが、数センチ程度の上げ下げだとモニター側で調節した方が最適な位置に持ってくることができます。最近は高さ調節ができるモニターが増えてきているんですが、真ん中のモニターの台座の形だとついていません。また大型モニターだと視点の関係で特に使用頻度が高いので、調整機能があるものを選んでください。次は上下の角度調節です。この機能も高さ調節と同じくらい必須ですね。視点に応じて微妙に角度を調節できないと大きなストレスになります。この上下の角度調節は高さ調節の方とは違って搭載しているモニターは多いんですが、このあたりは購入前にしっかりと確認しておきましょう。次は左右の角度調節の機能です。これは先ほど紹介した2つほど重要な機能ではありませんが、あると便利でしょう。ディスプレイの角度を頻繁に変える必要がある方は購入前に確認しておきましょう。最後に画面回転の機能です。この機能はそんなに使う人はいないと思うんですが、 Twitter であったり株の歩み値など縦に長い情報を表示するのに役立つでしょう。続いて端子にあると便利な機能です。 HDMI とディスプレイポートの規格なんですが、最低でもグラフィックボードにつなぐ端子類は3つは欲しいです。HDMI の端子が2つとディスプレイポートの端子が1つついているパターンが多いんですが、これらの端子類は規格が新しいほど高いヘルツ数に対応しています。上の画像を見ていただけるとわかるんですが、このモニターは解像度がフル HD で 165Hz まで出ます。 HDMI 1.4 ではフル HD 解像度で144Hz 前後までしか対応していないので 120Hz と書かれていることがわかるでしょう。 HDMI 2.0 ではフル HD 解像度で 240Hz 前後まで出るので、このモニターの MAX のヘルツ数である 165Hz と表記されています。今はディスプレイポート 1.4、HDMI 2.0 あたりまでが普及していて、それより新しくて上の規格も出ているんですが、まだそこまで普及はしていません。フル HD 解像度あたりまでだと昔の規格でも全く問題ないんですが、ワイドクワッド HD や 4K のモニターで高い FPS を出そうと思うと、最低でもディスプレイポート 1.4 や HDMI 2.0 あたりの規格に対応している必要があります。このあたりは選ぶ際に十分に注意しておきましょう。
あとこのディスプレイポートと HDMI の規格が何 Hz まで対応しているかなんですが、同じ規格のケーブルでもケーブルメーカーによって表記が違うんですよね。同じ規格の同じ解像度でも 144Hz であったり 165Hz であったりと、ケーブルメーカーごとの表記が曖昧です。高いケーブルと安いケーブルで品質が異なってくるのもありますが、このあたりはモニターが対応している規格の方でしっかりと合わせることを心がけてください。上のモニターのようにモニターの規格がどの規格に対応しているかをケーブルの規格としっかり合わせて選びましょう。可能であれば HDMI 2.0 ディスプレイポート 1.4 あたりに対応した新しい規格のものを買いましょう。また先ほどの端子類よりは重要ではないですが、 USB の端子もあると役に立つでしょう。続いてモニターのサイズ別の選び方です。まずとにかく FPS に特化した環境を作りたいのであれば24インチ前後がおすすめで、 FPS で使いやすいでしょう。これ以下になってくると敵が見えにくいですし、これより大きすぎると逆に視野が広がりすぎて全体が見づらくなります。反対に干渉系のゲームであったりレーシング系など FPS でも迫力を体感したい方は27インチ以上がいいでしょう。34インチ前後のモニターだと圧倒的な迫力や臨場感を体感することができます。他にも今流行りの配信やクリエイト用途、日常用途で複数のソフトを同時に使用するときは画面を切り替える必要がないので汎用性は小型のモニターより高いでしょう。次に日常用途で選ぶ場合は24インチから27インチ前後のモニターがおすすめです。最低24インチ前後以上は欲しいですね。それ以上のサイズになってくると何をするかにもよりますが、仕事や日常用途ではこのあたりのサイズのモニターが一番使いやすいでしょう。次にクリエイト用途で選ぶ場合は27インチから32インチ前後のモニターがおすすめです。左側のモニターが27インチで、 iMac の黒い部分を合わせたサイズが31から32インチ前後になります。グラフィックや映像系の仕事だと特に編集のプレビュー画面がある程度大きくないと仕事がしにくいです。その兼ね合いで最低27インチ前後は欲しいです。逆に32インチ前後より大きくなってしまうと好みもあるんですが、個人的には使いにくかったですね。椅子とデスクとモニターの距離感の問題もあるんですが、左から右に画面を追ったりするときに少し首や体の角度を変えないといけなくなったりするのがこのあたりのサイズからです。人それぞれの好みや体格であったり、どういう用途でモニターを使うかにもよるんですが、サイズ別の選び方はある程度参考にしてください。続いてモニター性能を活かせる GPU の推奨環境です。この GPU で出せる FPS の大半が決まると言っても過言ではありません。いくら高性能なモニターを使っていてもパソコン側でフレームレートが出ていないと表示されないので、選ぶ際は十分に気をつけましょう。GPU は最近製造しているメーカーも増えてきているんですが、ゲームの開発側が基準にしている GPU は NVIDIA のものになります。 NVIDIA のミドルクラス以上の GPU で選んでおくと DLSS やレイドレーシングなど最新の技術に最適化することができます。特に最近は高解像度でゲームをプレイする場合 DLSS を使う方が増えてきているので、このあたりにメリットがあるでしょう。フル HD 解像度で 144fps 以上出る環境を作りたいのであれば NVIDIA RTX 世代の番号60以上のものを選ぶといいでしょう。60はミドルクラスの GPU なんですがコストパフォーマンスが高いです。 60Ti になると少し値段も上がりますが性能も上がるので、できればこちらがおすすめです。次にワイドクワッド HD 解像度で 144fps 以上出る環境を作りたいのであればNVIDIA RTX 世代の番号70以上のものを選ぶといいでしょう。こちらはハイクラスに分類される GPU ですね。このあたりの高い解像度では DLSS の性能が非常に重要になってきます。ゲーム側の DLSS 系の機能は NVIDIA の RTX に最適化されているので、70あたりのハイクラスの GPU を選んでおくと後悔しないでしょう。70Ti の方がおすすめです。次に 4K 解像度で 144fps 以上出る環境を作りたいのであれば NVIDIA RTX 世代の番号 80Ti 以上のものを選ぶといいでしょう。
このあたりはハイエンドクラスに当たるんですが、 4K の解像度で 144fps 以上になってくると、元々の GPU のポテンシャルであったり DLSS の性能が高くないと厳しいです。値段は高くなってくるんですが、このあたりは注意しておきましょう。続いてモニター性能を活かせる CPU の推奨環境です。 CPU より GPU の性能で大半が決まってくるんですが、GPU 側のボトルネックにならないように CPU の性能もある程度必要です。まずフル HD 解像度で 144fps 以上出る環境を作りたい方は、 Intel の Core i5、 AMD の Ryzen 5 以上のものを選ぶといいでしょう。ミドルクラスに位置する CPU なんですが、コスパが高いのもこのあたりになります。次にワイドクワッド HD 解像度で 144fps 以上出る環境を作りたい方は、 Intel の Core i7、 AMD の Ryzen 7以上の CPU を選ぶといいでしょう。できれば Intel であれば数字の最後に K がついているものを選んでください。 AMD であれば数字の最後に X がついているものを選びましょう。これらのアルファベットが書かれているとより高いクロック数が出るような仕様になっています。Core i7、Ryzen 7はハイクラスに分類される CPU なんですが、性能面でのコストパフォーマンスを求める場合におすすめです。次に 4K 解像度で 144fps 以上出る環境を作りたい方は、Intel であれば Core i9、AMD であれば Ryzen 9のものを選びましょう。できれば Intel であれば数字の最後に K がついているものを選んでください。AMD であれば数字の最後に X がついているものを選びましょう。これらのアルファベットが書かれているとより高いクロック数が出るような仕様になっています。 Core i9、 Ryzen 9はハイエンドクラスに分類される CPU なんですが、とにかく性能重視で高い FPS を出したいのであればこちらを選んでください。最後にモニター全般の選び方のまとめになります。最重要ポイントはリフレッシュレート、パネル、解像度、画面のサイズの意識です。リフレッシュレートはゲーミングモニターでの一般的な認識は 144Hz から 360Hz 以上のものを指します。対して通常モニターは 60Hz 前後です。出せるフレームレートの最大値は PS4 や Xbox では 60fps までだったんですが、最新の PS5 や Xbox では 120fps まで出ます。PC の FPS 系のゲームでは GPU と CPU の性能次第なので制限はありません。ゲーミングモニターが対応している Hz 数の上限まで表示可能です。通常モニターでは 60fps 前後まで表示可能です。応答速度は一般的な認識で、ゲーミングモニターは 5ms から 0.5ms 以下のものを指します。対して通常のモニターは 10ms 前後以上のものが多いです。このあたりはリフレッシュレートが高い 144Hz 以上のモニターではあまり気にならないでしょう。選ぶべきモニターパネルは、ゲーミングモニターでは鑑賞系や RPG 系のゲームなどで画面の綺麗さを重視するのであれば IPS パネルがおすすめです。大型のモニターや局面のモニターなどでコスパを重視するのであれば VA パネルがおすすめです。FPS 系のゲームでとにかく FPS を重視したいという方は TN パネルがおすすめです。また通常のモニターでは日常用途で使う場合 IPS パネルがおすすめです。選ぶべき解像度は、ゲーミングモニターで FPS のゲームなどでとにかくフレームレートを出したい場合はフル HD、 鑑賞系や RPG 系のゲームで綺麗さを重視するのであればワイドクワッド HD から 4K あたりがおすすめです。通常モニターの場合、クリエイト用途では 4K、 日常の作業や仕事などで使用する場合はフル HD から 4K のものを選ぶと満足できるでしょう。選ぶべきサイズなんですが、ゲーミングモニターで FPS 系のゲームで有利な環境を作りたいのであれば24インチ前後、鑑賞系や RPG 目的だと27インチ以上がおすすめです。通常モニターではクリエイト用途で27から32インチ前後、日常用途では24インチ前後以上のものを選ぶと満足できるでしょう。その他にもモニターの台は高さの調節機能と上下の角度調節機能があると使い勝手がいいです。ゲーミングモニターでも通常モニターでもある方がいいでしょう。コストパフォーマンス的におすすめのスペックは、
FPS 系のゲームに特化した環境を作る場合、24インチ前後 144Hz、フル HD 解像度 TN パネルがおすすめです。鑑賞系や RPG 系のゲーム目的の場合は、27インチ以上60から 144Hz、ワイドクワッド HD から 4K 解像度の IPS か VA パネルがおすすめです。鑑賞系であったり RPG 系のゲームは、フレームレートにそこまでこだわらなくてもいいでしょう。通常モニターの場合はクリエイト用途で27から32インチ前後 60Hz4K 解像度 IPS パネルがおすすめです。日常用途で使用する場合は24インチ前後以上 60Hz フル HD 解像度から 4K 解像度 IPS パネルがおすすめです。今回はプロの PC 店員が今人気のモニターを使ってモニターの選び方を解説してきましたが、高いリフレッシュレートのモニターでもパソコン側の CPU、GPU で高いフレームレート、FPS を出すことができていないと性能を生かすことができません。過去に上げている動画で実際に高い FPS が出るパソコンの構成などを紹介しているので、そちらの動画も参考にしてください。また概要欄の方にもモニターの最新情報やおすすめのお店などをまとめているので、そちらも合わせて参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。